や、もっと冷静に後ろから、あ、ここでこういう感じですね、みたいな話をしようと思ってたら、もうついてくるのがやっとで、分かったことは、インテが早いってことだけしか分かんなかった。どうですか、黒沢さん、インテグラで高須のコース走った印象は。いや、これすごい車作ったね、もうその瞬時瞬時のドライビングしててね、接地感が全部わかるからドライビングしやすいね、この雨の中でね、NSX だったら、まあこいつは走ったけど、もう僕はちょっと遠慮したいなと、だけどこのインテグラ楽しいよね、開発っていうのはもうこのコースで。そうですね、ここのコースができてからですからね、ここをまあメインに使って、ちょうど先ほど黒沢さんのインプレッションがあったように、こう非常にバンピーな路面で接地性が非常に高いと、はい、それからもう車体がこう動いて、こうピット狙ったラインをこうずれずにですね走るというような狙いは、ここで非常にこううまく、それをまあチューニングできるということと、それからやはり高速コースと、それからあと中低速ですね、この辺 のレーシングコースを走ってピタッとくるようなこうフィーリングを出したいということで、高速の方は鈴鹿の方ですね、鈴鹿のコースを使ってセッティングすると、それからまあ中低速は栃木研究所から筑波近いもんで、筑波サーキットに持ってってそのチューニングするというのやり方で、いつの間にかととじゃあノーマルな形をしたインテグラ走ったんですか。まあ、あとは高速のスタビリティの話なんかになるんですけども、これはリアスポイラー、前後のスポイラーのバランスを取りまして、リフトのバランスですね、これをうまく取りまして、よく鈴鹿の 130R でピタッとこう回れるようにとかですね、そういう相当効いてるんですね、あれ、あれはちゃんと前後とも、今までのインテグラを作ってきた人たちが作ったんですか、この R、ですね、どっちかというと N1 のレースをやってた人間なんかがこう集まってですね、ワイワイやって作っちゃう、車内の中で、ブッシュだとかサスペンション周り、あるいはそのそれを取り巻いてる合成関係がね、簡単にできたかなと思うんだけども、だいぶ現場では相当に苦労して煮詰めてますね、ブッシュ一つ一つのバランスですね、どうしてもリアのロール合成を上げていくと、今度はアンダーステアが減って逆にスピンしやすくなりますよね、そうした場合ブッシュで煮詰めて、例えばリアのその塔をですねガチッと固めて、そのオーバーステア方向に持っていかないようにしていくとかですね、そういうような煮詰め、それからダンピングフォースを決めるにしても、その辺のそのダンパーの力が早く伝わるようにマウントの固め方をですね工夫をしたり、そういったようなことは一つ一つ随分、この辺ではダンパーの動きがすごくしなやかに動くなっていう、遅れがなくて綺麗に通じするようにという形ではなってるんじゃないかなと思いますね。それからあとボディですね、ボディの方もまあオリジナルに対してやはりその板厚を上げたり、それからあとそのまあストラトターバーをはじめとして、ボディのリアのそのロアームトゥロアームでつなぐパフォーマンスロッドとか、それからボディの中に入れたりと、4本くらいそういうバーを入れたり、それから乗ってて感じるのはね、まあ荷重移動が少ないから重量感はなくて軽く感じるんだけど、その中ですごい剛性が出てるなと、これといってピンとこう飛ぶハイテクっていうのは使ってないんですけれども、非常にきちっと煮詰めるとどういう形になるかと、それからやっぱり FF でもここまでできるんだっていうのは一回やりたかったですね、だからエンジンの方も相当、今回頑張ってくれてですね、最初はまあ車体で性能出すから、まあ5馬力でも上げりゃいいよって言ったら、なんかエンジンやってる人がカツンと来たみたいで、しばらく経ってから200馬力出ましたって来たんですね。今回私の方であえて、車全体の仕上げの部分でお願いしてきた項目としては、エンジンは思いっきりやりますと。でこれは、私含めたエンジン設計スタッフの技術の推移を集めて量産エンジンの開発はしますと、とにかくそのレーシングテイストを持った走りのとんがった車になるように最大限努力するという前提条件で開発した車ですから、この辺のところができなければエンジンだけやっても意味がないということで、まあ、完成車が全体のベクトルを合わせて、やるという前提でこの車はやってきました。
タイプ R 用の B18C96 スペック R としましては、約60点の専用部品を作ってございます。でその中で、特に、私の方で、意思を入れて作った部品としましては、まあ、レーシングテクノロジーをこのエンジンの中に、盛り込みたいなということがございまして、まあ、これは私の個人的な趣味の領域に入っているかもしれませんが、一つにはまあ、従来のエンジンではあんまりこういったことはやらないんですけど、ポート研磨、シリンダーヘッド内のポート研磨ですね、こういったシリンダーヘッドの空気の入り口出口の部分を、研磨することによって、ポートの滑らかさを出して出力向上を図ったと。研磨用の刃はエンジン1機分の作業を終えると新品に取り替えられる。ちなみにコオロギ君は工場内のテストでその技術が認められた。ポート研磨の出来によって200馬力をきっちり出せるかどうかが決まる重要な作業だ。それから高回転高出力化を図るにあたりまして、やはりかなり、周運動系の部分が耐久信頼性上問題になってきます。でそこの部分をリカバリするために、組み付け工程の精度アップ技術としまして、コンロットボルトの手締め工程の導入、従来の機械締め付けを、人間が一個一個手で締め込むことによって精度アップを図って、耐久信頼性向上を図ってございます。どうしても機械で自動機で締め上げますと機械のエラーといいますか、ばらつきが若干あります。でその若干のばらつきすら、このエンジンは許せないほど極限性能を追求してございますので、それをリカバリする技術として一個一個手で締めて、レーシングエンジンを組み上げるがごとく手で締めて、それを量産エンジンとして、少量生産ではございますが、そういった工程も導入しながら、生産してございます。で結構フレンドリーな価格で出てきてるんですけど、それはやっぱり若い人たちに買えるようにっていうところで安く抑えようっていうのがあったんですかね。それも一つありますけれども、これはやっぱり R というのはですね、NSX は3リッターのスポーツカーのクラスで、そのライトウェイトで、運動性を鍛え上げるというのをやってますけど、これはライトウェイトですよね、1.8 リッターの軽いクラスでその運動性を突き詰めようということでやってるんで、その値段は上下ありますけれども、こういう作る精神っていうのはむしろ同じでですね、非常にこうマインドの高いところでこれを作り上げようということでやってるんで、相当力入ってる、できてると思います。簡単に言ってさ、あるベースの車があって金かけたからってこんなにならないよ。そうですね、黒澤さん、そろそろちょっと雨が朝ね小降りになってきましたから、もう一発小降りだってこれウェットだぜ。もう一発ちょっと向こう雪降ってるぜ多分これで走るの行ってみましょう。だって